どうも皆さんこんにちは、ミッドウェスト東京店の一ノ瀬です。本日はですね、いつもの動画と趣向を変えまして、今日は息抜き動画として、はい、お送りさせていただきたいと思います。名付けて話題のあの人何着てる衣装速報。で今日は、記念すべき第1回目として、ジャニーズ編をいきたいと思います。で本日、スペシャルゲストとして、ジャニーズファンを代表するミッドウェスト東京店の堀さんにゲストとして来ていただいております。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい。結構ですね、皆さん知らない方も多いかと思うんですけれども、いろんな芸能人のスタイリストさんが、ミッドウェスト東京の方にはですねリースで結構来られてまして、その中でも、特にジャニーズの方とかもね多いんですよね。はい。なので今日はそこら辺のどんなあの話題のあの人たちは何を着てるのかっていうのにフォーカスを当てていきたいなと思います。でまずじゃあ、堀さんの紹介の方からいきたいと思うんですけど、堀さんはもうジャニーズファンとしてどれぐらいの歴ですか？私はごめんなさい、ちょっと砕けてここからやります。ちょっと真面目モードになってたんですけど耐えられなかったらすごい恥ずかしい。私はでもね、中学校1年生の時から、ずっと、はい、とてもジャニーズさん応援させていただいてまして、はい、でもね、今でも本当にもう私以上にすごくだからお詳しいお好きな方もすごく多いと思うので、すごく代表となんかすごく奥がましいような感じだ、ねはいまあ、ったりもしてるんですけど、はい、ちょっと頑張って今回調べてまいりましたので、はい、はい、早速、はい、行きましょうか。はい、はいはい。でじゃあまず一つ目のグループからお願いします。はい、もうまずはね、もう今ジャニーズのね、もう一番人気と言っても過言ではない、もうどこのグループも人気なんですけど、やっぱり今飛び抜けて狙っているのはスノーマンさん。スノーマン、はい、結構スノーマンさんも人数がねかなり多いんですけれども、はい、皆さんも結構着てらっしゃっていて、最近で言うと、新しいシングルでオレンジキスっていうのを出してるんですけど、7枚目のシングルですね。でそちらのアーシャの方で、ラフシモンズを深澤さんが、ふっかさんですね、この一番左の方ですね、はい、左の方です。深澤さんがラフシモンズを着用してらっしゃいます。これ春夏の新作ですよね。そうですね、新作のやつでしたね。シャツで、はい、うちもこの全く同じシャツではないんですけど、この R のカフスがついたシャツを取ってまして、うんうん、これはねファッション好きな人でもかなりグッとくるような。そうですね、ショーピースですか？そうですね、ショーで使われてたやつですね。ショーピースを実際にこのアーシャで着てらっしゃるということで、こう見つけました。はい、でその次が、はい、このデニムのですね、最近ミュージックステーション、スノーマンさん出演の際に来て、皆さんデニムでこう揃えてみたりしたんですけど、はいはい、その時にまた深澤さんになるんですけど、深澤さんがアンリアレイジのセットアップ、本当だ、デニムの、そうなんですよ、セットアップを着用して見えます。これはあれですよね、デニムで未来っていう。そうそう、デニムで未来って言って、はい、これはお取り扱いはかなり全国でも少ないんですけど、6社限定のね、やつをね、はい、ミッドウェストも取り扱いさせていただいてる、こちらのアイテムになっております。こちらはね、実はまだオンラインストアで購入が可能ですので、ぜひ気になった方はね、ぜひこんな感じで、そうなりたかった、はい、一緒に合わせてもらえればと思いますちなみに売れちゃったんですけど、つけて見えるネックレスはトーガで、うちもやってましたね、これは。あ、本当だ、トーガさんですね。結構スノーマンさん、アンリアレイジさん、トーガさん、ラフシモンズさん、そのあたりのブランド、うちでも結構主力になっているブランドを着用している方が多いかなとは思います。で次は岩本さんが、これリコーエンスです。はい、リコーエンスも着用してます。結構リコーエンスってこのバキバキのモードみたいなイメージあるんですけど、こういう感じで合わせていただくと、すごい柔らかい感じですね。柔らかい感じですごく似合って見えますね。ちょっとこういうねモードもこうアイドルのねこの雰囲気と合わせたら、なんかこうすごい強すぎるって感じでもないので、すごく素敵な着こなしだなと思ってます。であとね、ここからこうどんどん出てくるんですけど、ミッドウェスト603オリジナルブランドなんですけど、のずっと定番でね、もう私たちもこうみんなスタッフみんな持ってるメッシュのトップスがあるんですけど、これだ、はい、このメッシュのトップスはここからめちゃくちゃいっぱいいろんなグループが、はい、着てらっしゃるので、これはねちょっと
ちょこちょこ挟みながら、はいはい、ご紹介していきたいと思います。これはまたあの結構あの深澤さんチャペルズがすごく多くて、あ、そうなんですね、はい、深澤さんはじゃああれですね、はい、ミッドウェストの、ね、ミッドウェストのちょっとお洋服を結構お好きな方ということですごくあの素敵に着こなしていただいている方で、はい、これは603のメッシュだったりします。あとちょっと画像は少し前のものになるんですけれども、はい、と目黒さん、目黒蓮さんもすごく人気な方、うん、目黒さんもとトーガを以前 PV で着てらっしゃったりとか、まあ、なのでそうですね、うちっぽいとか、あのジョン・ローレンズ・サリバンのセットアップ、すごく身長が高い方なので、すごくちょっとそういうモードのシュッとしたものも着こなしてらっしゃるかなって思うと、まあ、結構その辺とかうちでも取り扱ってる主力ブランド、ね、はい、素敵に着こなしていただいてます。はい、ありがとうございます、はい、まだまだ多分たくさんありますけど、とりあえずスノーマンさんはこんな感じで、はい、その次は、はい、次行きましょう。キンプリです。キング&プリンス出ました。キング&プリンスさん、はい、はい、もう大好きです。大好きです、はい、で、これは、永瀬廉さんが、一番最近の、アルバムの中に入ってる1番っていう曲があるんですけど、それのこの、はい、すごいかっこいいダンスの曲なんですけど、うんうん、それに、タム、最近ミッドウェストで今シーズンから踊り扱いをスタートした、はいはい、タムのジャケットを着て踊ってらっしゃいます。そうなんですよ。なんかね、新しいブランドなのでどういう感じで着こなして見えるのかなと思って、うんうん、意外とこういうかっちりしたアイテムで激しいダンスを踊る、このギャップが燃えますね、はい、ファッション的にも、ね、もちろんすごい燃えるそうです、はい、素敵な方なので、はいはい、燃えたりはしてます。燃えたりしてます燃えたりしております、はいはい、あとは、少し前のアイテムになるんですけど、これ恋煩いの時かな。あ、恋煩いね、はい、知ってます？知らない知らないですよね。の時に、高橋海人さんですね。私がすごく推しの子です。あれですよね、あのドラゴン桜の人、ね、そうです、はいはいはい、はい、知ってます知ってます、はい、が、ラフシモンズ。本当だ、そうなんですよ、上下で。本当だ、結構なのでラフシモンズまたここでもね着用して、すごいラフシモンズやっぱ人気なんですね。人気ですね。まあでもこうやってかっこいいですし、商売するので、確かにね、やっぱりすごく着てらっしゃったりはしています。はい、そしたら次、はい、次行きましょう、はい、私が毎日キャキャ言っているなにわ男子です。ああ、なにわ男子なんですね、はい、もうね、まだデビューしたてになってますけども。あ、そうなんですね、はい、よく見ますよね、この方たちは。あ、そうなんですよ、はい、もう今テレビ引っ張りだこでございます、うんうんうん、で、なにわ男子また出ました。603のメッシュトップス。本当だ、はい、リーダーの大橋くんです。この子は黄色ですね、はい、黄色を着用しております。で、これはそうですね、そう、サチアレ、新しい曲の PV で、新しい曲ですね、はい、アーシャで着てらっしゃって、みんなこう黄色で衣装を合わせてて、うんうん、その時のワンポイントでちょっとこう色を入れてたりとかしてます。で、あとはなにわ男子もまだこうデビューしたばっかりなので、まだまだこれからっていうのはあるんですけど、はい、あと TikTok で一回こうイベントをやった時の際に、うん、西畑さんがディスカバードのパンツを履いてみたりと、まあ、結構多分こういう若手の子たちは当がディスカバードだったり、ちょっとうちで扱っている人気の国内ブランドを着用しているイメージがすごく多いので、あとは道枝くんがね、今近代史です。はい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 、近代史、皆さんも見てらっしゃる近代史、終わりましたね、終わりました、はい、道枝くん面白かったですよ、はい、ドラマは、はい、見てました、見てました、良かったです、はい、それは見てたが、当が着用してたりしてるので、あ、このシャツね、このシャツです。結構なので、そうですね、スノーマンさんも引き続きトーガはよく見ます。あとはこれ私服になるのかな、 TikTok に私のね、もう一押しの長尾くんが、長尾くんちょくちょく推しを説明してくれる、はい、長尾くんがレディメイドだったりとか、あ、レディメイドさんね、はい、最近うちでも取り扱いスタートしたセントマイケル、セントマイケルさん、はい、はい、を結構着用して見えて、これはもしかしたら私服かもしれないので、ちょっとご紹介だけにはなるんですけど、もう着てるので、あのすごく嬉しいです。うーん、はい、こんな顔ね、可愛いらしい顔して、ちょっと男臭いブランドも、ね、着こなされるんですね。もう素敵、素敵です、素晴らしい、はい、素敵です、とても応援しております、はいはい、という感じで、なにわ男子はまあこんな感じですかね、はい、まあ、ね、彼らはこうご期待なので、今後とも、もうファッションチェックは欠かさず行っていこうと、はい、皆さんお願いします。思っております。皆さんも見つけたらぜひ教えてください。はい。はい、コメント欄にお待ちしております。はい。そしたらその次が、はい、まあでもね、ずっとね、うちでもよくスタイリストさんもお世話になってるカンジャニ。カンジャニさんですね。カンジャニさんです。カンジャニ。
よくね、まあ、私は関ジャニの大ファンですので、うんうん、もうずっと衣装チェックを昔からずっとしてるんですけども、うんうんうん、まあ、一番最近で言うと新しいアーシャ、アルバムのアーシャです。これアルバムのアーシャなんですね。そうなんですよ。爽やかね。そうです、爽やかね、はい、ブルーの感じで。安田さんがこのさっきね、ふっかさんも着てたんですけど、このアンリア・レイジの、あ、これ人気なんだ。そうです。にこの603のメッシュ合わせてるんですよ、また。本当ですね。で、なんかこういう感じで結構メッシュを皆さん合わせてくださって、でもすごいさっきのふっかさん着て見えた感じと雰囲気また違いますよね。そうですね、確かに確かに。まずなんかいろんなスタイリングがあって面白いなと思って、安田さんがこれを着用してみます。あと横山さんが、うちこれ撮ってないんですけど、カラーを着用してて、あ、このね、中のハイネック。そうですね、確かに。関ジャニさんでも結構カラー着用昔から多いんです。パラパラとカラーは、まあ、あの嵐のニノとかもあのチームでカラー着てたりとか、結構このぐらいの世代の人たちは中堅クラスですか。そう、中堅クラスの人たちですかね、うん、まあ、今30代後半ぐらいになってる人たちは結構カラー、カラーが多いと。カラー多いですね、うん、逆にトーガーとかよりは若手の子たちが着てて、うんうん、カラーとかは、ね、はい、なんかはすごく素敵に着こなして見えるイメージだったりしてます。で、結構多分関ジャニさんはずっとうちで扱ってる長いブランドをいろいろ皆さん着てらっしゃるイメージだったりはしてます。はい、次は、次はセクゾーですか。セクゾーです、はい、セクシーゾーン。セクシーゾーンも今私が激推しの、はい、全部激推し。いや、ファンクラブ入ってるんで、セクゾーン、はいはい、入ってます。はい、セクゾーファンクラブ入ってます、はい、はい、の、うんと、まずは、はい、菊池くんですね。はい、菊池くんまくん、私の推しでございます。はい、と、坂井くんの番組で、はい、はい、着用していたものになってますけど、大陸これめっちゃ人気ですよね。そうですね、この僕らが始めたシーズンのやつですね、はい、これなんか来シーズンも色変わって、そうです、そうです、はい、もう発売してると思います。はいはいはい、なんでもうこれはね、ぜひちょっと早めにゲットしていただければと思います。うんうんうん、私もこれを見てすごく欲しくなってます。欲しくなってます。欲しくなってます。あとは、PV、ちょうどちょっと前の PV になるんですけれども、はい、ニンニクの PV で佐藤勝利君がダブレット着用で、今回 PV でもこれ、ね、あの、コレクションのピースですよね、これ。あの、そうですね。後ろに竜が入った、はい、そうですね、コレクションピースのを佐藤さんが着てらっしゃったりって感じで、そうですね、なんでセクゾとかも、ダイリク、ダブレット、本当に今人気どころのブランドをすごく着ているイメージです。ね、あとこれ松島聡くんがちょっと前の PV になるんですけども、あのメッシュの渡ってましたよ、メッシュ。あ、しかもこれフードの方じゃないですか。そうなんです、伝説のフードメッシュ、伝説なの、はい、着てたり、すっぴんキスで、すっぴんキスで、はい、すっぴんキスで着てます。着てたりとかするので、あのメッシュのね、あの着こなしはジャニーズを皆さん見ていただければ。確かに、はい、そうです。結構要所要所、要所要所で使ってますね、はい、ぜひこれは定番なので、こうね、私も同じスタイリングしたいっていう方もぜひ、こういうね、はい、いいかもしれないです、ね、こういう感じで着ていただいてもいいかと思います。はい、はい、あとはね、あの菊池さんプライベートでリック着てたりとか、うん、してるので、それもあってすごくファンになりました。なるほどね、はい、まあ、でもちょっとそういう感じでね、はい、チェックさせていただいてます。あとは最後に、最後ですね、はい、堂本剛さん着てましたよね、島さん、うん、この間言ってました。そうですよね、このあれですよね、キンキキッズディスカバードね、セットアップセヨシさんですね、はい、セヨシさんが着用して見えたりとかしてます。この人なんかずっとおしゃれですよね、うん、まあなんかおしゃれで、ずっとおしゃれで、なんかすごいイメージ。アンドレージも昔着てましたよ。そうだと思います、確か着てました、確か。結構本当に多分初期のアンリアレージさん、多分初期のめっちゃ珍しいやつとか多分、うん、本当にこう今パリコレ出る前の前の時から多分ずっと着てみたりとかしてて、うん、あとあれじゃないですか、あのアンリア・レイジとニュースのマッスー、マッスーも着てますね、はい、ですよね、もうアンリア・レイジ、そうですね、よく着用されてる、着用されてるとかしてるので、はい、結構なのでその辺のこう一見癖強そうに見えるブランドですけど、実はこうね、皆さんが愛用して着てらっしゃるっていうような感じになっています。なるほど、はい、はい、皆様いかがだったでしょうか。どうですか、堀さん、ちゃんと思いの丈全部伝えれました。すごいニヤニヤしたように、もう必死に真面目モードで頑張りました。
まあでもね、こうやって振り返ってみてもかなりやっぱりうちの、まあ、ブランドだったりとかね、うん、あの本当にリアルにあったものとかかなり着用されてるの、すごい改めて面白いなと思って。衣装をこうね、楽しみの一つとして皆さん見ていただければ、もっとよりね、楽しさがジャニーズに限らず、ね、楽しめるんじゃないかな、はい、楽しめるんじゃないのかなってもので、あのおすすめだったりもしてます。衣装チェックもね、あのおすすめです、はい。まあ、なので、まあ、今回はジャニーズ編でしたけれども、うん、まあ、これがちょっといいねがいっぱいつけば、ちょっと好評だったら、あの次また第2弾、第3弾とやっていけるようにしていきたいなと思います。で, す、ね、まあ、でも K-POP とかいいんじゃないですか。そうですね、今ね、はい、すごい皆さん気になってると思うので、そうですね、なのでちょっと、はい、ぜひ皆さんこの動画を見ていただいて、高評価の方よろしくお願いいたします。はい、それではまたちょっと次の動画でお会いしたいと思います。それではさようなら。さようなら。